日本学は日本の文化、文明を幅広く研究する学問分野である。日本研究とほぼ同義。16世紀に日本にやってきたキリスト教の宣教師が見聞をまとめたことに始まり、江戸時代には歴代のオランダ商官長たちが研究を進めた。幕末期の1855年にはヨハン・ヨーゼフ・ホフマン教授によってオランダライデン大学に 最初の日本学科が設立された。この頃の日本学は文献学の一つとして位置づけられていた。19世紀末には日本の開国、世界一周旅行の始まり、欧米の植民地主義的関心、ジャポニズムの流行などにより、異国主義的な日本研究が増えたが、日清、日露戦争から第二次世界大戦にかけて日本の脅威が増すとともに、 軍事戦略としての日本研究が進み、アメリカでは1940年代に敵の情報分析とプロパガンダを行う戦争情報局に日本班が設けられ、多方面の学者による日本文化研究が集中的に行われた。第二次世界大戦の敗戦により、海外における日本学研究は停滞するが、1968年に日本の GNP が世界 第2位になり、経済大国になったことから再び、日本研究に関心が向けられるようになった。便宜的に日本を除く。ありがとうございます。